はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、また一風変わったフィギュアの紹介をしていきたいと思います。こちらですね、はい、スラムダンク。いや珍しいでしょう。今までのフィギュアから想像しない、スポーツ漫画のフィギュア。スラムダンクはね、ほんとね、当時連載中から大好きでしたね。アニメでもね放映されてね、すっごい面白かった。あのね、三井久志のね、もうあの感動のシーンとかね、もうほんと涙もんですよ。いやーこれのね、一応ね全5種なんですけれども、一応こういう感じで、入ってますね。一応ねこれは、日本では未発売の商品です。海外製品ですね。いやもうほんとね、海外製品でもねほんと、まあ塗装のムラはあったりするけれども出来はいいですよ。ほんと特にこのタプタプのシーンね、これ最高。タプ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 、これいいね。でちょっと蓋開けちゃってるけど、これもね外せ外せ外せ、これもいいよね。これをねちょっとね全部ね、開封していきたいと思います。はい、あとね、あの言い忘れてましたけれども、これ見てください。タイトルは、もろにね、スラムダンクとね、表記されてます。なのにカタカナだとスラムダソクスラムダソクになってますね。ここはもうやっぱ海外製品って感じがしますね。今の自分を見てびっくり、スラムダソクになってましたねスラムダンクじゃないダソクはい、ということでね、はい、いくぞ。シャリンガン。はい、ということでね、開封し終わりました。じゃあね、一つずつ見ていこうかなと思いますけれども、まず、初っ端から、こちらですね、はい、ルカオがね、花道をね自転車で引いてるシーンです。いやもうね面白いよねこれ。しかもこれただこう乗っかってるだけなんですよ固定されてないんでねで、春子さん目がハートになってますけど、まあもろにね、口のところにね、色移りがありますけれども、であとね、足出血してますねすりむいたのかな、どっかで転んだのかな、すりむいてたのが出血してますねここら辺はやっぱ海外フィギュアなんでね、日本みたいに神経質な感じじゃないんでね、大雑把なんでね。で何より面白いのはこの顔おもろいわ。これ見た時ちょっと吹き出したわ花道ぺっちゃんこぺっちゃんこでもう目がめっちゃ離れてるこれいいわいいね。でルカはね、このスマシをね、何か引いたかみたいなね、そんな感じで、はい、ということでね、これが、1個目ですね。はい、じゃあ2個目はね、こちらにしますかね。はい、タプタプシーンですね。タプ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 まあこれもね一応あの穴があってね、これで今フィギュアが支えられてますけどね、この穴がね、いいねこの桜木のちょっとね、おいおいじ俺を出せってね、タプタプタプちょっとこれもねちょっと色がねあれですけどね。で
て、ミッチーがね、うん、おい花道やめろ、安西先生なんてことするんだみたいな感じでね、やばいわ、まあね、こうやっぱ色に関してはね、やっぱこうはみ出したりとかムラがね、かなり目立ちますね、まあそれはね、まあそこまで考えたらやっぱ日本人の考えになっちゃうんでね、そこはあえて触れないでね、はい、続いてね、まあ、大体これこのシーンはね、結構あれ分かると思いますけど、 CM 並みね、またぎのあれでね入る、シーンだと思いますけれどもね、すごいねゴリがめっちゃ面白いわこれ、ちょっと花道のねこの歯がねちょっとねもうちょっと、ちゃんと濡れてたらいいんですけどね、Keep away、 このちゃんと汗もねこう表現されてるからね、こう透明のクリア素材でね、ここら辺は本当ね造形としては本当ねよくできてるんですよ、めっちゃよくできてる、あと塗装さえね本当完璧にこなしてくれたらね問題ないんですけどね、で、続いてねこちらですね、いやこれもうよくできてるよな、もうあのね花道のね外せの怨念、外せ外せ外せこういうシーンでコミカルなこういうシーンとかね、ほんとね、いやいいわ、でこれ7番誰だっけ、めっちゃと忘れちゃうわ、ね、ああそう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 、ちょっとね今ね一瞬ね、ちょっと車輪がね調べましたけど、そう銭湯銭湯、銭湯ね2年生なんだよね、なのにねすごい天才的なね、神奈川県ベスト5ですかね、両南、そう両南のエースですからね、仙道はもうね花道がライバル視するんですけどね、仙道もねスルーしちゃうんですけどねいやほんと面白いわ、なんスラムダンクって第1部で終わった、第1部完ってなったのにね第2部はいつやるのかね、ほんと第3、第2部始まってほしいんだけどね、まあ、なんともね言えないと思いますけどね、第2部やんないんじゃないかなであとね、花道ファミリーですね、これ、前から、誰だっけ、はい、また車輪ガンを使ってね調べましたけどね、このね、戦闘のデブッチョ、これは高宮ですね、高宮望、一番背が低くてね肥満体型っていうね、はい、でこの2番目のね、2番目のね、やつが、水戸陽平もうねこれはもう喧嘩がね超強いっていう、あの花道にも引けを取らないぐらいのね、喧嘩のが強いっていうね、これもねいいですよ、水戸陽平これ好きなんですよ、こいつねちょくちょく活躍するんですよね、バスケ関係ないんだけど、しかもね見た目がね結構イケメンっていうね、この3番目の、これがね
野間忠一郎、野間忠一郎言いづらいわ、野間忠一郎ですね、もうほんとおっさんですけどね、もうね、ひげ生やしてね、で、最後のこの金髪が、大楠雄二、結構ね、花道に次いで、背が高いっていうね、バスケやりゃいいんだけどね、大楠すごいね、4ケツだからね、まあ、やっぱね塗装のね結構あれがねムラが激しいね、そこはちょっとやっぱ惜しい点かなと思うんだけどね。であとね、忘れましたけど、このね、海南、そう海南のね、10番海南の10番がね、清田信長、もう花道と性格が似てるんでね、めっちゃねいいキャラですよね、この2人がねこういう感じのあれはめっちゃ面白いですよね。どっちを檻に入れられてるか分かんないけどねこれということでね、皆さんはまあこれを見て大体お気づきだと思いますけれども、これね、全て連結できる状況になってますね。はい。ということでね、一回ね、ちょっとね、連結をね、させてみ、ようかなと思います。はい。シャリンガン。はい。ということでね、こんな感じで連結できました。はい。一応ね連結はどんな感じでも、どの順番でもね、連結できる仕様になってますけれどもね、一応まあ俺の中の、時系列順に並べたつもりですけどね、合ってるのかわかんないですけどね、まああの三刀流兵たちのね、このバイクはね、まあ、例外として一番最後にしてますけどね、この辺が、どちらあれかなっていうのがありますけどね、いいね、こうやってね連結できてこのジオラマっていうかね、いやーやっぱ5体あるといいですね。いやー海外っていうのがねもったいないな、日本でもね発売してほしいですけどね、まあ今だとねヤフオクとかで売ってはいますけれどもね、結構お高いです。はい、何気に、いやいいわー、こうだね、いやいいねこのディフォルメ感、いやいい、面白い。はい、ということでね、今回はねちょっといつもと一風違ったね、スポーツ漫画のね、フィギュア、紹介しました。皆さんもね、よかったらね、ヤフオクとかね、あとまあメルカリでもたまに出てますけれどもね、覗いてね、買えなかったら買っても損はないかなと思います。まあ、ただね色ムラはかなり激しいです。はい、そこだけね、神経質にならない人でしたら、結構いいと思います。はい、では、今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。